はいどうもこんにちは。今回ですけども、大学生高結果まとめということでやっていきたいと思います。4月20日土曜日プラス4月21日の午前中ですね、海外レースも含めて大学生の高結果をまとめていこうかなというふうに思ってます。 いつも通り上位結果の抜粋というところ、プラス気になった選手だったりとか、自分がコメントしたいところについて話していこうかなと思いますので、ご了承ください。まずは国士館大学記録会ですね。1万メートルですね。トップは法政大学の矢原選手ですね。29分001分29というところでした。最後のね、1000メートル、ラストスパートのところですね。非常に上がりまして、 まあ、ハイスピードで,です、ね、ラスト駆け上がったというところですが、29分00秒29というところでした。まあ、自己協力更新ではなってませんけれども、まあ、決してね、めちゃくちゃ良いコンディションというわけではないところで、29分フラットというところはさすがかなと。 思いますね、矢原選手に関しては、今季はです、ね、学生ハーフ63分台だったりとか、まあ、駅伝シーズンに関してもですね、箱根駅伝出走してきたりというところで、まあ、しっかりこう主力メンバーとしてですね、こう実力をつけているなという印象の選手ですよね。 はい。まあ、高校時代、決して目立った選手ではなかったというところではあるんですが、やっぱ着々と力をつけてきてるなというところですよね。まあ、法政大学に関しては、やっぱこう、高校時代ですね、そこまでタイムを持っていなかったりとか、目立っていなかった選手もですね、学年が上がるにつれて、まあ、特に1万メートルハーフ。 ロードレース、駅伝、ここのあたりでですね、きっちり力をつけてくるなという印象ですよね。本当に見ていてすごいなというふうに思います。はい。そして明治大学の東原選手ですね、29分00秒ということで自己記録でした。よし、ということですよね。まあ、この間のオープンのね、5000メートルでも14分10秒というところで、まずまずのタイムで走っていましたし、 東原選手ですね、実力というか、タイム的にはね、下級生の頃もしっかり出てきていたというところでしたが、なかなかこうね、メインレースには出走できるというところでした。今季はですね、まあ、例えばインカルだったりとか、その後ね、全日本大学伝の関東選考会、箱根駅伝予選会、その先の駅伝、このあたりまでですね、ぜひこう絡んでいってほしいなというところですかね。 楽しみにしています。はい。そして清水選手ですね、法政大学29分03分70というところで自己記録を出してきました。まあ、清水選手もね、学生ハーフのところではね、かなりね、いいタイムを走っていましたし、まあほんと主力メンバー、やはら選手と同様でですね、主力メンバーになっていくというところで注目かなと思っておりますね。 はい。そして安原海瀬選手が1万メートルのは初出場ということで29分05というところでした。まあ、海瀬選手もですね、まあ1年生の頃からしっかり13分台出してましたし、まあこの間のね、世田谷でも13分台というところで、まあ 5000m のスピードでいうとね、もう安定して13分台出るようになってきてる、出るようになってきてるなというところで、まあ、次の課題としては、まあハーフ、そして1万メートルというところですかね。<laughs> まあ今回ね、 まあ、初出場ながら、まあ、決して良いコンディションというところではなかったと思うんですが、しっかり29分0というところで走ってきています。そして、原選手、島田選手の提供税がですね、自己新自己新というところで続いていますね。まあ、原選手に関しては、まあ、この間のシーズンのところでは14分21というところでしたけれども、今回ね、29分0というところで自己記録。そして、島田選手に関しては、29分10秒というところです。日体大記録会でとは13分56というところで走っていまして、調子いいんじゃないかなと。 思いますよね。まあ、しっかり提供もですね、春先から、こう、トラックのところもね、着々と記録伸びてきてるなという印象でして、まあ、特に島田選手に関しては、ま、駅伝シーズンのところもね、エースになっていく選手かなと思ってまして、期待をしております。そして、キッカー選手が29分13というところですね。はい。 で、溝上選手もね、29-31というところで、明治が続いていってますね。まあ、明治に関しては、とにかくまずは、全日本大学での関東選考会のところ、話が一つ勝負どころになってくると思うので、しっかりこう1アンメートルのところで記録を安定させて、またふうなコンディションでもね、後半までは持つというところをね、実現してほしいなと思ってます。以下、藤田選手29-37、花岡選手29-37というところで、佐野選手29-46。で、明治大学のね、注目ルーキー成合選手ですね、29-48。 とというところですあと井上選手も29分49というところですかね。小崎健人選手が、えー、とペースメーカーを務めていまして、井上選手もですね29分台というところを突入してきまして、成谷選手もね今回初ですかね。ちょっと 一アメトルとしては初というところではあるんですけれども、29-48というところで、まずまずのタイムかなと思っておりますね。はい。なデやらせし、にの選手に関しては、もしかしたらこう全日本のね、関東選考会出てくる可能性あるんじゃないかなというところで注目です。はい。というところですかね。で、続いてちょっとね、あの、 29分になるところに行ってきますかね。佐藤選手、小牧選手、その木選手、高島選手というところです。はい。というところです。で、続いては、上海のハーフマラソンですかね、のところで、平林選手が60分22ということで、速報タイムですね。で、5位に入ってまして、まあ、前半ですね、本当にアフリカ勢のハイペースに、ね、ついていってて、 まあ本当に1時間フラットとか59分でも狙っていけるようなペースについていてて、さすがに後半は少しですね、離されてしまいましたけれども、やっぱりこう、ロードでのですね、積極性というか、そして最後までね、しっかり耐え抜く力、このあたりはやっぱ群を抜けているかなというところで、スタミナはね、本当にすごいなと思いますよね。まあ、今回もね、 上海ハーフというところで海外レースだったですし、まあ、こう日本と違ってですね、こうめちゃくちゃいいコンディションかというとそうじゃなかったかもしれませんけども、その中でも、ね、しっかり61分台というところはさすがかなと。 安定してますよね。まあ、箱根駅伝の2区だったりで、2区で66分台だったり、まあ、大阪マラソンで2時間6分前半で初マラソン日本シーンとか、まあ、本当は安定してるなというところ、ロードなりのね、強さは際立ってるなというところですよね。はい。そして、大田蒼選手62分30というところで、まあ、毛明けのところとか、万全なコンディションではなかったかもしれませんが、しっかり62分台というところは、まあ、力があるなというところですかね。 はい。まだまだね、絶好調というわけではないと思うんですけれども、まあ、この後のね、レースどうなるのかなというのはね、少し気になるかなと思いますね。去年はカウントインから1番目と出てましたけれども、今年はどうい,どう,いうふうに行くのかというところは一つ注目かなと。そして平松選手が64分00というところで10番に入っているというところですかね。まあ、上海ハーフに関しては速報タイムなので、まだね、少し変わるかなと思うんですけど、まあ、まあ、変わって1、2秒かと思いますので、ほぼほぼこの記録で確定というか近いものかなと思います。そして最後、兵庫リレーカーニバルです。 に関しては、学生のトップはネルソン選手ですね、オビリン大学というところで、自己記録のところからすると、27分台とかもね、狙っていってほしいなというところで。 なかなかこうね、あの、下級生の頃に出した27分台というところに関しては、まだまだ更新できてませんけれども、ぜひともね、まあ更新していってほしいなというところですね。そして、ムチーニ選手はですね、わ、ま、ず、あ、かなからですけど、自己記録で走ってきまして、カナングリからの連戦ではあるんですけども、ハイ水準で2つ揃えてきてるなというところです。で斉藤選手がですね、日本選手学生トップで28分45秒というところでしたね。 まあ、あの、トヨタ自動車の野中選手ですかね、と二人で競り合っていく中で、まあ、後ろについていくっていうのではなくて、しっかりこう自分でね、レースを作っていこうというところで走っていまして、まあ、タイムこそですね、28分45というところかもしれませんが、まあ、走りを見ているとですね、28分半は切れるようなね、実力あるんじゃないかなというところで、去年以上に一段パワーアップしてきてるなというところですかね。まあ、高校時代は3000メートル障害でですね、インターハイのところ実績ある選手でしたけれども、まあ、大学1、2年生というところで、 ところで上がっていくにつれて、しっかり100メートルにも取り組んで、記録も強さもついてきてるなというところです。で鈴木空知選手が28分46というところで、はい。 4番手ですか、ね、学生では入ってきまして、まあ、今回も自己記録というところでしたね。まあ、この辺の対抗戦のところではね、14分30っていうことでしたし、まあ、その前のね、3000メートルとかもね、まあ、あの、8分20とい言ってこうでしたけれども、今回のね、兵庫リレーからでね、きちっと調子が上がってきてるなという印象ですよね。はい。そして、白川選手28分48というところでした。まあ、白川選手もやっぱこう安定してきてるなというところですかね。 はい。まあ、1番目は28分45というところですし、今年は箱根駅伝もね、袋エース区間9区に出走してきまして、まあ、1ラメートルを中心にトラックシーズンに行くんじゃないかなというところではありますかね。まあ、ハーフマラソンのね、シーズンになってくると、より柴田川選手の良さが発揮されてくるなというところであるので、 ま,あまずはね、コトラックシーズンとか関東遠距離でね、長い距離に出てくると思うので、注目していきたいなと思います。そして吉田城選手が28分58秒というところでした。28分台ですね。ここまで28分台というところで、総加勢がですね、まあ、ムチニ選手も含めまして、本当に各大会でも結構安定して上位に入ってきていたりとか、いい記録を出してきてるなというところで、はい、総か今年面白いんじゃないかなと思ってますね。はい、そしてサ沢選手ですね、順天堂大学29分03分41ということでした。 はい。で、小暮選手29分03。で、堀宗介選手29分03というところですかね。もう、堀選手に関してはですね、結構序盤外国籍の選手についていっていて、本当に28分半ば切りも狙えるようなね、ペースでしたけども、ちょっと後半で、ね、落ちてしまったというところではありますが、まあ、あの積極性というところはね、やっぱりこう、堀選手のね、こう、 走りの良さを表しているかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、次のレースではいい記録というか、自己記録に近いところ、自己記録を狙っていってほしいなというふうに思っておりますというところでお届けをしていきました。はい。まあ、ちょっと途中ではあるんですけどもね、まあ、今日の4月21日日曜日もですね、また午後のレース、夕方のレース、まあ、記録がありますので、そちらの方もまた続報でお届けしていこうかなと思います。